ニブル順に並べられたコードページ866のフォントテーブルコンピューティングにおいてニブルとはデータ量の単位の一つで4ビットのことでありオクテットの半分であるバイトに合わせてニーブルやネブルと綴られることもある一般的な1バイトの半分であることからハーフバイトとも呼ばれるテトラードとも言うコンピュータネットワークや電気通信の分野ではセミオクテット クワットビット、カルテットとも呼ばれる。1ニブルは16通りの値を取り得る。1ニブルは16進数の1桁であり、ヘックスディジットとも呼ばれる。なお、英語のネブルには、動詞として、少しずつ食べる、ちょっとかじる、また、名詞として、そのような場合の、少しの意味がある。1バイトは2桁の16進数で表されるので、すなわち1バイトの情報は2ニブルで表される。 1>, 1バイトの取り得る値256個を16、16のテーブルで表示することで各地の16進数による値が読み取りやすくなる。4ビットのコンピュータアーキテクチャは基本単位として4ビットのグループを使用する。初期のマイクロプロセッサや電卓、ポケットコンピュータは4ビットのアーキテクチャであった。現在でも4ビットで動作するマイクロコントローラが使用されている。 ネブルという言葉は、ハーフ、エーバイトを表す用語に由来しており、その綴りは、バイトの同意義語のバイトによるものである。2014年、ワシントン州立大学の栄誉教授のデビット・ B ・ベンソンは、1958年頃の彼が、ロス・アラモス国立研究所のプログラマだった時に、日地化重心表現の一桁を保持するのに必要な、記憶単位としてのハーフ、エーバイトの意味として、 ネブルという言葉をふざけて使っていたことを思い出した。1980年代初頭の雑誌、キロボーマイクロコンピューティングやバイトの論説によれば、別の綴りニーブルはバイトの綴りを反映したものである。ニーブルという用語の初期に使われた形跡としては、他に1977年にシティバンクの消費者、銀行テクノロジーグループ内での使用例がある。これは、 現金自動預け払い機としてバンクのデータセンターとの間のトランザクションメッセージに関して ISO8583 が策定される以前に標準を作成したもので基本的な情報単位としてナブルを使用していた。ニブルは IBM のメインフレームにおいてパック重心数で格納されている数字の桁を記憶するのに使用されるメモリ量を記述するために使用された。 この手法は計算を早くしデバッグを容易にするために使用された。8ビットのバイトは半分に分割され、各ニブルは1桁の10進数を格納するために使用される。変数の最後のニブルは符号用に予約されている。したがって変数には最大9桁まで格納でき5バイトにパックされる。1バイトの値を表すのに2桁の16進数を 使用する16新ダンプにより、数値の読み取りが可能になり、デバッグが容易になった。例えば、5つの BCD314159265C 値 31, 41, 59, C は、重心数値プラス3 1 4 1 5 9 2 6 5を表す。歴史的に、ニーブルが4ビット以上のグループに使用されるケースがあった。Apple2 では、ディスクドライブ制御とグループ不合化記録方式は、 ソフトウェアで実装されていた。ディスクへのデータの書き込み時には256バイトのページを5ビットのニブルのセットに変換し、ディスクからデータをロードするときには逆の手順を行っていた。さらに、インテグレーテッドワスマシンに関する1982年の文書では一貫して8ビットニブルを使用している。バイトという用語もかつては同様の曖昧さを持ち、 必ずしも8ビットを意味していたわけではなかった。そのため、バイトに対して、明確に8ビットを意味する、オクテットという用語が作られたが、同様に、ニブルについても、明確に4ビットを意味する、カルテットや、クアッドビットという言葉が作られた。今日では、バイトとニブルという用語は、ほぼ常に8ビット、4ビットを意味するようになっており、 他のサイズを表現するのに使用されることは滅多にない。16通りの1ニブルの値、上位ニブルと下位ニブルという言葉は、バイト内の下位ビット及び上位ビットをそれぞれ含む、ニブルを表すのに使用される。バイト内のビットの図形表現では、左端のビットが最上位ビットを表すことがある。これは、数値の左側の数字が最上位である、通常の重心表記に対応している。 そのような例では、バイトの左端の4ビットが上位2ブル、残りの4ビットが下位2ブルを形成する。例えば、9710イコール2においては、上位2ブルは01102、下位2ブルは00012である。ありがとうございます。